曜日のねファッションを見ていきたいと思います。木曜日はかなりあれよ、ちょっといいわよ、自信あるんですか？自信ある、自信あるよ。ではいきますよ、コレ先輩、木曜日のファッションこちらです。あ、なんかどういうこと、どういうこと、これさ、普通にキャミソールに若干おっぱい見えそうなんですけど、違う、なるほど、ちょっと見比べてみますか。ちょっと違う、おへそないもんね、さっきのね。なんだよ、ゴーレは自由自在なのな、そうですよね、そうですよね。じゃあ紹介お願いします。まあ、これは、まあ、オムレツみたいなふわふわトロトロカーディガンを着てまーすって書いてあるんですけど、まあね、これあれよ、キャミソールだけだと寒いかなって思うでしょ、うんうんうん、でも大丈夫、このオムレツみたいなふわふわトロトロカーディガンがあれば、あったかい、うん、で、しかもしかもこれ、ボタンがついてるから、ボタンを止めて、ちょっとぴったり着てもいいし、コーデみたいにこのパカッて開けてね、うんうんうん、ちょっとルーズに着こなしても全然可愛いし、なるほど。さあ、でジーンズはスキニーだね。うん、ジーンズなんですね。スパッツじゃなくて、スパッツやばい。スパッツどう見てもズボンでしょ。そうね、可愛いじゃん。靴は何ですか？靴だよ。スリッパじゃない、それ。スリッパかと思う。靴だよ、うん、なるほど、上のね、黄色と合わせてるわけですね。あー、そっかそっかそっか、揃えてるのね。このなんかカーディガンの形状がなんかカオスってちょっとね、頭がおかしくなるんですけど、これどういうことじゃん。多分あれ、着るときに後ろでねじれちゃってんだよ、きっと。あー、なるほど、ありえる、ありえるね、コロネだったらありえる、あるあるみたいな。いやでもほんとね、これはでも普通にさ、可愛いでしょ。スンってなっちゃいましたけど、失礼しました、スンってなりましたね。あ、ちょっと、じゃちょっと、ミオ先輩からじゃあ質問などなどお願いします、うん、いや、そうですね、え、これはどういう時期にどういうシチュエーションで着るものなんでしょう。ふんふん、え、このネタ、これでしょ、これじゃない、大丈夫ですか。あ、はい、おしゃれなこのレストランとかに行ったりとか、うん、あ、なるほどなるほど、はい、おしゃれなテーマパークとか、テーマパーク、さあさあ、あ、じゃあ割とあれですね、おしゃれしてってる時ってことですね。あ、コロネさん、コロネさん大丈夫ですか。コロネ自信を失ってますか。黒いそのキャミソール的なのめちゃくちゃ切れ込み入ってる、ね、これは横筋が見えてますけど、ね、これは、あ、これは、うん、あのキャミソール初めて書いたからね、ちょっとわかんなくなっちゃった。横筋見えてますね、はい、てラッキーシーも出てるけど、パイが出てます。あ、これはただ普通に書くときの、ちゃんとね、閉まってる、閉まってる、あ、閉まってるんですね、閉まってるんだ。なるほど、なるほど、ありがとうございます。大丈夫、あ、大丈夫です、ありがとうございます。閉まってるならね、あ、ちゃんと出てない、出てない、出てないということ、出てない、出てない、なるほど、収めてる、収めてる、じゃあちょっと、そうですよ、じゃあちょっとね、評価しますか。じゃあミオ先輩、どちらが良いでしょうか。ちょっとかなちゃんのね、木曜日のファッション出していきたいと思います。はい、こちらです。これはかなちゃん、どうでしょうか。ちょっとじゃあ、あのね、なんかひょ、これ、はい、ちょっと読ませていただきます。お気に入りのハムスターの T シャツは1枚で上がる、差し色の黄色の原色バッグは原宿系ファッションに近いかも。このなんかさ、このバッグのノーマミュージックがめちゃくちゃ無理やり書き込んでる。
なんです。黄色黄色みたいな、すごい黄色だから、はいはいはい、これは差し色になってるかなっていう感じですね。差し色、そこ聞いてんじゃねえんだよ。だって言って上の服と近いよ、系統が。待って、なんかさ、なんかカナたちのズボンさ、サザエさんのオープニングのさ。靴がないっていう問題がさっき噴出したんですけど、そうですね、靴がない。あれかな、あの空、さ、羽で空飛んじゃってるから靴がいらない。あー、なるほど。これはちょっとあれですね、写真撮り忘れましたね、うん、これはクロックス履いてません。あー、クロックス、クロックスかー、クロックスですね。あー、なるほどね。灰色のクロックス、なるほど。あのハムスターの T シャツのこのキャラクターめっちゃ気になるんですけど、これはこれはちょっとお気に入りのハムスターの T シャツでございまして、ちょっとハムスターがなんかこの世に怒りをなんか怒り散らしてる、許せねえ、絶対に許すかこの野郎みたいなことを言っているハムスターですね。これあ、大怒りになっているハムさん、かなり切れてます。はい、あ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。あれ、それだけ。いや、船長ね、このゆるさんハム T シャツ着てるかなたんに会ったことがあるんですけどね。会ったことある。ええ、あ、そうだよね、着てました、ね、実際着てて何枚も持ってますから、うん、ね、まや、また何枚持ってんかい。なんか、なんとなくなんだけど、二人ともだんだん系統が似てきたなっていう。やめてよ。どっちも黄色に攻めてるもんね。まあ、さすがにそれはね、まあ、ちょっとね、ちょっとセンス似てるもしかして。いや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 、ファッションタイプ全く違うから。お願いします。いや、なんか、いや、かなたの、はい、ちょっとね、かなた、ちょっといろんなものがね、あのね、ぶつかり合って、まあ、そうですね、原宿系ってことでね、まあ、キャラティーに、うん、ブランドの柄物のズボンと、うん、サザエさんのエンディングね、うん、サザエさんのエンディングズボンと、全員、そうそう、全員歩いてくるところに、うん、違うんだろうな、マジで。めっちゃわかるんだよ、それ。そう、確かに、ちょっと。いや、そんなジェンダっぽい感じじゃない。ハムスター、サザエさん、ノーマノーミュージック、うん、ちょっとね、原宿系といえばやっぱぶつかり合いかなって感じなので、これ意識しました。逆にね、なんかこれだけキャラクターがそれぞれぶつかり合っているコーディネートの中にさらに差し色を入れようというのがすげえ、すげえとしか言いようがないというか。そうですね、あ、よかった、褒められてるよ。コロネですね、コロネ先輩ということで。ちょっとなんか急に、あ、手のひらクルーだよ、手のひらクルーでもなんでもなく、さっきから微妙だって言ってますよ。微妙？嘘でしょ。今の批判ですね。批判。じゃあちょっとあやめ先輩お願いします。いや、そうですね、これは読むちょっとコロネにさせて、ハムスターの T シャツだったらレストラン行けるかね。いや、いけないかな。行けない、なんで。戦場的にはまあゆるさんハムに合わせるの、やっぱさっきのダメージ式に合わせてればゆるさんハムがこうボロボロにしたみたいな感じの、ね、ストーリー性もあったかなと思うんですけど。なるほどね、今回のうまいね、盲点だったな、うん、これをね、ノーマーミュージックもね、ゆるさんハムのこう怒りの一言みたいな感じで、もう全体的に統一感が出たかなと思うんですけど。すごいね、確かに。このファッションに関しては完全にサザエさんのエンディングズボンが完全にちょっと、違う、エンディングズボンじゃないから。違うよね、ってサザエさんじゃないから。でもね、あ、カナタに与えたかったとこですけども、ここはね、やっぱりこっちのね、コレ先輩のあっさりまとまったオムレツファッションですかね、やはり。なんだよ、おかしいぞー。もう喧嘩がだいぶ開いてきたんじゃないですか。かなり開いちゃいましたけど、まあ、でもまだここからね、いや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 、ここからまだ勝っておきあるから、ね、まあ、まだまだありますから、週末に向けて本気を出すタイプの女なんで、ね、そうです、そうです、そうです、確かに。じゃあ、いよいよね、これから週末入ってきますからね。そうですよ、こっからですよ、取っておきありますよ。